すみません。あ、すみません。いいですか。このままで。どうぞどうぞ。笹が生えてきちゃった。ああ、本当だ。あれもまた切らなきゃいけないんですか。これ頑丈ですね。イノシシもなんか。これは海のあの網です。あ、そうなんですか。魚とり。おお。知り合いがおってね。はい。漁師さんからいただいて。なんかめちゃくちゃ頑丈ですね。重いんですよ、でも。結構重たいですね。めっちゃ重たいんですよ。はい、結構重量があります。これを大きいやつを切るときは社長にユンボでこう、はい、引っ掛けて上げといてもらって切るみたいな。はい、でその後もユンボでちょっと引っ張ってもらって運んでもらうみたいな。なるほど。確かにこの長さだったら相当な重量になるかもしれない。こっちが去年の植え付けで、こっちが2年前で、あっちが3年前でしたっけ？そうです。2019、2020、2021で、今年2022で上に。あの、あっちか。そうです。はいはいはい。あの茶色いのが見えてる。はいはい。そこに2022バージョンが入ります。なるほど。が出てます。あ、なんか出てきてますね。ここも。はい。本当だ。今のところは、はい。うんうん、あ、本当だ、本当だ。僕ら封筒とかかけるんですよ。あの光、はい、やらなくても大丈夫なのかな。沖縄結構日差しが強くて。うちもね、うちもかけます。茶封筒。茶封筒です。日焼け防止。日焼け防止。あの、うん、ビアなんかついた時はもう、ああ、はいはい。茶封筒。アボカドなんかもやっぱりかけといた方がいいです。弱いんで、こういう封筒を底抜いて、うんうん、あ、普通の実体験的にですけど、あのやっぱ台木がこのぐらい太いとなんかすごい元気があるというか、すぐタイミングによってはすぐ出てきた芽がブワッと大きくなる。なんか根っこがやっぱ張ってる分、地上がなんかすぐ大きくなるんでしょうね。1ヶ月も経つとわーっと。なんか前に1回こういう状態で継いだやつがすっごい誇ったんですよね。はい、誇ったんだけど、風の日強い日にポキンって折れちゃって、やっぱもう支柱をちゃんと立ててあげない。そうなんですよね。あのすぐ大きくなるので、活着が十分じゃない場合、なんか外れたり、ちょっと歪んだり、ふんふん。うちが3月上旬に継いだやつが、はい、一番よい飲んでるやつで10センチぐらい飲んだ、はいはいはい。3月はまだこっち寒かったから、そんな時期はまだ継げなかったですね。と行ってきます。山登りですね。あれ、ヘアリベッチ。そうです、そうです、はいはい。なんか勝手に入ってくる。勝手に入るんですか。勝手に巻いてないんですよ。へえ。あ、本当だ。ヘアリベッチ群生してますね。はい、至る所に。なんかバークチップみたいなのが、はい、いいですね。ガッカッとしてそう。よいしょ。結構まあ生き残ったかなっていう感じで。はい、植え付けの。そうですね。1年。去年が冬1年1回目ですもんね。はい、そうですね。はい。ほうほう。あ、だいぶだいぶなんか生きてますね。あの辺の空いてるやつは結果部というか。そうそう、あのちょっと唾液から芽が出てるみたいなやつで。ほうほうほう。あ、じゃあ越冬はもう十分にできる。いけたかなっていう感じですね。うんうん、なるほど。おお。で、去年そこに。うん、最高最低温度計をつけて調べてみたら、はい、ここはやっぱ下より2度ぐらい高いんですよ。うん、あ、ここの方が、うんうん、はいはいはい。じゃあここの方が越冬しやすい、まあ、しやすいかもしれない。下の子たちの方がちょっと厳しかったかもしれないけども、うんうん、冷気が溜まるんですかね、下は。そうですね、どん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 降りていくので、うんうん、確かに冷たいの下に行きますもんね。はい、結構花出てたんですよ、冬囲い取ったら。あ、本当ですか。それをちまちまとこうみんなで取って、はい、やっぱ取った方がいい、いいですか。いいですね、全体的に見ると。もう取ったらすぐに芽が出てくるので、はい、葉っぱがバーって出てきて伸びてくれるので、うんはい、うん、やっぱ取る作業って大事ですね。大事ですね、この時期。 花はもう小さいうちはもう絶対取らんとダメだなって思う。って思いますか。はあ、はあ、なるほど。でも取って、うん、2週間ぐらいしていくと下の方からまた、ね、あの上から出るじゃないですか、花で。気がついたら下がわーってなってダーって言って慌ててたみたいな。そうなんですよ、なんか花って取ると反発してまた出てきますもんね。出てきますよね。あれなんか3回ぐらい僕も
沖縄県で撮ってるような感じがして、なんかこう順番にこうこの上から順番にで、うん、だんだんこう下にみたいな、上の枝の次今度下の枝みたいな感じで、うんうんうん、なるほどなるほど、程度しっかり大きくも大きく伸びました、うん、あそこの子たちもすごい、本当だ、なんか見るからにも撮った時よりも一回り大きくなったので、うん、なんか前は墓標みたいな感じで白い不織布こう隠してたの隠して、大きくなったかなと思いますね。冬が恋取りと花取りが終わったら、うんうんうん、もう基本は放置プレイ。あ、なるほど、はい、これだけですか、アボカドは花、これだけですね、うんうん、はい、夏の草刈りまでは、うん、ほぼほぼやらないですね、うん、なるほど。水が足らない時は、うんうん、親方がボスが同分でこうやってくれてるので、ボスが、はい、なんか虫の被害とかもあんまりなさそうですけれども、社長、うん、上登りたいって言うから行ってきます。行ってきます、安藤社長。竹がすごい。そうなんです。ああいうのでなんか家とかハウスとか作ったりしないですか。いや、しない。これ、あれ次第で、マダケじゃないので加工しづらいって聞いたんです。あ、そういうことか。モンソウチクとマダケだったら、うんうん、加工するのは、マダケ。あ、タケノコが、はい、え、持って帰る。どうやって折るんですか。ちょっと、はい、あ、僕抜きましょうか。いや、抜けはしないんだけど、はい、蹴って折るんだよ、これぐらい。本当ですか。はい、蹴っていいんですか。うん、うん、いい。おお。ね、あとはもう、はい、うちの場合だったらこう包丁で切れ目入れてムキムキってして、うんうん、中をもうすぐ茹でて、うんうん、で茹でたけのこにして、あとはお好きに。 ありがとうございます。、はい、今日中に茹でたら、うんうん、米ぬかも何もいらなくていい。初めてこうやって食べるな。あれだ、ちょっと、まあ、持ってから行こうか。持って大阪いる時は、はい、めっちゃ高価なもんだったんで。あ、これですか。タケノコって結構なんかお値段いい感じでして、うん、はいはい、でここ来たらもうなんかもう、うん、もうええわっていうぐらい。もうこのシーズンめっちゃ食べるから、はい、うわー、でっかいな。そこも黒いやつも今年生えてきた竹もすごい。あ、本当だ、大きくなってますでしょ。こう1年目のやつは黒いんですね。そう、あ、でももうすぐ緑になるよ。 あの奥に緑の、うん、本当だ。ジュコさん、はい、あの香川県って雨めちゃくちゃ少ないじゃないですか、うん、場所として。そうですね。一方お隣の高知県は日本で一番雨が降る、一番降る、3000ミリぐらい降って、そうです、こっち700ミリとか800ミリとか、はいはいはい、それでアボカド結構水が大事かなと思ってるんですけど、ね、この辺の感覚としては少ないのかなと思ってるんですけど、なんか立派に育ってるのを見て、あれ意外といけるのかなと思ってるんですけど、これは産地だからかな。こうもうこっから植えて、うんうん、そんな高いあれじゃないんですけど、うんうん、やっぱ土の中にこう入ってる水っていうのが徐々にこう、はい、うん、やっぱりこう降りてくるのかな。降りてくるんだ、こっちの補正されてるんですね、山全体で。そうですね。だからうちの、あの、うん、ハウスこれ全体に供給してるお水っていうのが、はい、一番うちの敷地内で一番下のところに社長が井戸を昔掘られて、はいはい、そこに溜まった水を一回ポンプアップして、はい、このちょっと向こう側の山の上まで上げてるんですよ。でそれで落差で全部にこう供給できる、こんだけのハウスには全部一応水が流れるぐらいの、あの、そこの水が枯れたことがないんです。はいはいはい、うん、なのでこの辺はちょっと水がある、うん、感じですね。確かにそうですね、まあ、雨少ないとアボカドって作りにくいかなと思ってたんですけど、そうですね、やっぱここみたいに産地の中腹っていうのかな、こういうところで水がきちんと流れてると、水が結構安定供給されている、自然的に安定供給されている場所だと、土の中に水があれば大丈夫なのかな、うん、水脈というか、うん、そういうもの。なるほど。逆に言うとあれですね、雨が少ない地域でここまで栽培できるっていうのは強みかもしれないですね。ああ、そうですかね。他では作れない可能性が高い場所の中でこういうふうに、まあ、しかも人工化成あまりしないということ で、ね、薄いに任せてるってことで、そうなんですよ。ね、降りすぎてもこうちょっと粘土質だったら根っこ枯れちゃうし、うん、あ、確かに、ね、そういうのを考えると、うん、まあ、うちみたいに加工でできた山っていうのは一番適してるのかなっていう、うん、あ、はい、あ、花崗岩のこの摩擦地ですね、うん、はい、そうなんですよ。ちょっと付け足しておくと、あの一番雨が降るのが高知で、その隣に
香川があって、この間に大きい山があるんですよ。で、高知の方にから風がこうわーっと来て、水蒸気が上になって雲でここで落ちるんですよね。そうです。高知のところ。で、この山を通り越すと、今度は乾燥した風とかがこう香川に行くので、雨が降らないっていうことになるんですよ。はい。でもそのおかげで台風も大きな被害が香川の方はないので。四国山脈と讃岐山地っていうのかな、はいはいはい、なので2本立てであるんですよ、はい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 、高い方が四国で、四国山脈で、こっちは、香川の山地の方は低くって、うんはいはい、2段で一応守ってもらってるので、なるほど、高知の方は結構台風がすごい、ねうん、被害とか出るんですけど、うんはい、こっちはおかげさまでそういう被害がほとんどないので、はいはい、確かにあんまり愛媛の方も大雨で宇和島の辺とかねありましたよね。ありましたけど、確かにここってあんまり災害聞かないですね。そうですね、ニュースとかで、はい、ちょこっと、東香川ってもっとこう、うん、関西寄りの方とかだったら、うん、風がもっと強くって、はいはいはい、ハウスがこう倒れましたとかっていう話は聞いたりするんですけど、うんはいはい、この辺はうち破られたことがないので台風とかで、ははははあ、じゃあ台風が来ても、まあ、今年も大丈夫だろうみたいな感覚で、そうですね、ちょっと僕らとは気持ちが違いますね。また台風来るだからみたいな。いやでも来たらやっぱり、はい、もうだいぶと老齢化してるので、うん、私と同じでちょっとハウスそろそろ倒れるんじゃないかとかって、はい、こう心配にはなるけど、今のところはまあ切れて、うん、マイカ線が切れましたとか、うんうん、そのぐらいなので、あ、なるほど、あ、じゃあすぐ直せるぐらいの量なんですね。あそこいいですね。そう、いいでしょ。海がね、こくって見えて、はい、海映るかな。デートスポットやで、ここは。いつでもデートしに来な、2人。遠い。ここまでデートに 何分ぐらいかかるかな。10時間ぐらいで来れるから。10時間ぐらい。沖縄からこっち香川って高松があるのかな。高松ある。1本あるかな。あ、本当に、うん、すごい、めっちゃ今日見えるわ。まだこれでも住んでる方ですね。あ、本当ですか、うん、いや、ここはいいですね。いや、この前来た時絶景で、またこれが見れるなんて。そう、もう一回見れるね。もう一回見れますね。わ、皆さんもぜひね、新しく買ったカメラでお届けしたい、あそこの景色ね、はい、あそこが山で、あそこが海、町、うん、城下町。そうですね。で、海、瀬戸内海。そうです、そうです。太陽の高度も何ちゅうも上がりましたね。上がりましたね、うん、本当に。もう、だから4月の初めと今と全然違う、うん、もっと向こうからこう出てたのが、うん、本当にもう、はいはい、あっという間に頭の上通ってるわみたいな感じになってる、うん、本当ですね、影も伸びなくなりましたね、うんうん、全く上から来ますね、ズドンと。そうなんですよ。5月ももう、この夏みたいな感じですね、僕半袖で行けるし。ちょっと冷たいけど、風は。今日は、うん、今日は全然暖かい方です、うん、ほうほう。確かに2日前、2日前が3日前、福岡で僕死にかけてましたもんね。はい、なんで半袖なんだと思って。いきなり何を考えてるんだ、ケンちゃんはって思って。沖縄のノリで来ちゃった。セッタで。セッタで、うん、すごい、植え付け地は、ここはもうそろそろ植え付けですか。そうですね、もう5月入ったら植え付けになると思います、うん、ここの品種もやっぱりベーコンとかエッティンガーとか。そうです、そうです。やっぱマイナス4以上のものじゃないと、うん、うちでは育たないので、うん、植えれない、はい、ということで。ただ、うんうん、あそこちょうど黄色いコンテナ突き刺してあるあの辺りはちょっとテストをしてみようかなと、はい、あそこですか、うん、あの辺一番日当たりがあるのと、うん、まあ、一番上っていうのと、うん、風当たりも少ないので、うんうん、ちょっとテストでマイナス2ぐらいを入れてみようかって、はいはい、ほうほう。例えばどういった品種ですか。ピンカートンかハスあたり。あ、ピンカートンハス、ほうほうほう。いけるかなと思って。普段はハウスに入れるものを、そうです、路地でやってみようかな、はい、うん、場所によってはあるかもしれないですね。そう、ありの場所っていうのはあるかもしれないので、うん、探しながら、うん、あかんかったらあかんかった時や、うん、言いながら、あかんかったらあかんかった時で、そうそうそう、はい、これ何本ぐらい植えるの。ここ99。
99もう1本いったら100人いける。99ってこだわりは、いやいや、あの測っていったら、うん、あの植えれるスペースが99だ、99ぐらいだった。そう、100行きたかったんだけど、いやそれはちょっと、うん、継続されるんですか。もう5月連休明けたら、はい、そうですね、いいね。ここに全部バーッと99本、はい、おお、確かに。もし最悪安藤社長がぎっくり腰で倒れたら僕呼んでください、はい、あ、すぐ駆けつけるんで、はい、もうじゃあわしもうぎっくり腰やって言うかもしれない。植えてくれるらしいですよって言って、ほんまかって言いそうです。安心して怪我してください。いやもうほんまにちょっと病院外はほんまにマジでしてはるんで、こき使いすぎた。あ、こき使いすぎた。普通は逆なんですけど、ね、あの年になるともう座っててみんなをこき使うんですけど、ね、なんかほんま申し訳ないけども、はい、あの社長、あそこの木がまだちょっと適化がしないとダメだと思うんですよ、うん、なんか実の数が多いと思うんですよ、うん、そうかって言ってこう、うん、行ってくるって。そう、間に合ってないところ、社長、あの辺りが、あの辺りがあって、めっちゃこき使うから多分、はい、あの弱っちゃいました。弱っちゃったんか、部下が。そう、トップダウンじゃないですね、ボトムアップ式のみんなのこう全体の調和が取れてるんだ。一番うちで働くの社長ですから、ね、それは若さの秘訣かもしれないですけど、でもあんまりやっぱり動かすとまた、そうですね、救急車、ちょっと反省します。社長にもう少し優しくします。ただいま。沖縄の千本バナナによるで。あー、これですか、三尺バナナのカメムシ、細ヘリ系のカメムシだ。これ沖縄にいるやつだな。これいますか、純ちゃんさんのところ。見んねやん、見ないですか。めっちゃ、めっちゃいる。交尾しよった、うん、腰と腰がくっついて、なんか逃げたかも。あんまり基本的なの緑、あ、青カメムシ。確かに、うん、あのちっちゃいやつ、団子みたいなのちっちゃいやつから、うん、あ、けんちゃん、はい、うちの新しいスタッフ、あ、こんにちは。YouTube を、はい、見ております。あ、本当ですか、ありがとうございます。いつもお世話になってます。最近ですか、入られたの。4月。あ、じゃあもう1ヶ月ぐらい経つんですね。フレッシュマンですね。へ、で、お兄さん、すごい。あ、スタッフ募集されてましたよね。そうです、そうです。で入ってきてくれて、はいはい、おドワーフナムア、あ、そう、おお、昨日、え、この間の金曜日ですね、うんうん、いただいてきて。なるほど、アボカドをやるということで。あ、そうなんですね。この間のハウスなんかも見られました。あ、いいですか。はい、はい、すいません。うわ、一気に気温、温度が、あそこ、そんなに、32度ぐらい。32度、32度でございます。ほんまですか、私は涼しく感じるんですか。こんな感じでくるくるっと開けれます。これ、ね、はい、おー、あ、風通りましたね。通りました。これ何、すもも。これすもも、はい、おー、あ、表にあったやつかな。表にもありました。あ、そうです、そうです。表にあるのとはまた違う品種で、はい、サンタロック。サンタロー、ほうほう、初めて見ましたね。もうハウスの方が外よりもなんか生き生きしてますね、やっぱり。早かった。あんまりほとんどもここは、はい、あの枯れるっていうことがないので、はい、はい、なるほどですね。ハウスも、まあ、前回詳しくちょっと触れれなかったですけど、こう二重というか、そうですね、内張りもあって外も、はい、でこっちが先ほどの巻き上げでこう上げれるっていうことになってるんですね。サイドも一応二重になってます。こっちも二重で上げれるっていうこと、はい、今上げてて、はいはい。